これより古代樹の森の暴れん坊のクエストを開始します。今回のターゲットは縄張りに粘液を吹きつける正体不明のモンスターです。それではターゲットを探し出し時間内に狩猟してください。隠れ身の装備は使用している間モンスターから身を隠すことができます。シルベムシが痕跡に反応していますね。調べてみましょう。見てください。これはスリンガーの弾に使えそうです。離れた場所に撃つことができるんですよ。生態マップでは現在の位置やガイド先、モンスターなどを確認することができます。スリンガーで発生する音を利用すればモンスターの気を引くことができますよ。総中棍は幼虫を操る近接武器です。立体的な立ち回りとエキス強化が魅力です。探索は順調ですか？ターゲットの痕跡を集めて
シルベムシについていきましょう。剥ぎ取った素材は拠点に戻って武器や防具を生産・強化するのに使用します。仲間がターゲットを狩猟中です。シルベムシを頼りに駆けつけましょう。生態マップからキャンプを選択することでファストトラベルすることもできますよ。光ゴケはスリンガーの弾です。壁などに撃てば周りを明るく照らします。このモンスターがクエストターゲットです。さあ討伐を目指しましょう。ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済みますよ。
いぶ弱ってきたようです。おそらく巣に帰って休むつもりです。設置した癒しの円筒から発生する煙には体力を徐々に回復させる効果があります。モンスターが記録、この攻撃は逃さずに。クエストクリア、おめでとうございます。